切な時間になることをお約束させていただきます。パリは遠いですよね。そのどうしても食べに行きたいけど行けないっていう方がたくさんいらっしゃるので、こういうイベントを日本でやってくれってよく言われるんですよ。だからこう本当に今回はいい機会だったなと思います。フランスのお店ではできないことで、はい、でも日本でもこうフランスのものを使うっていうのは僕にとっては意味があることなので、その両方を、はい、皆さんに感じてもらえればと思って、はい、同じような世代の料理の人たちだったり、もっと若い世代の料理の人たちだったり、さらにはその先輩たちの方々がですね、こんなことやったんだなっていうようなことをですね、ちょっと嫉妬していただくようなことができたんじゃないかなと。